はいどうも、白熊先生です。今日はですね、2019年のですね、まあ、大晦日に行われたですね、紅白歌合戦においてですね、この氷川きよしさんですね、まあ、演歌歌手のですね、氷川きよしさんのですね、その紅白での演出がですね、とにかく素晴らしいと今話題なんですね。はい。今回の動画はですね、それのですね、まあ、素晴らしい演出、プラスですね、隠し要素、まあ、隠し演出っていうのがあったんですけど、まあ、それも含めてですね、ちょっとすべて解説の方をしていきたいと思います。ちなみになんですけど、その隠し演出というのはですね、まあ、はっきりとは言ってないんだけど、ここはこういう意図で、こういう風に作られてるんだよみたいな、ね、そういった演出がね紅白の中にたくさんあったんですね。はい、まあ、そういうことをちょっともう含めてねちょっと話していきたいと思います。はい、まずですね、なぜこんなにもですね氷川きよしさんの紅白が話題になったかというと、まあ、要はですね この氷川きよしさんがですね、まあ、以前からこの、ね、LGBT なんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、それをですね、まあ、そのはっきりとは言ってませんけども、まあ、行動でしっかりとそういうことなんだよっていう風に示したということがですね大きな話題になったんですね。でちなみになんですけど、この LGBT っていうのは何なのかっていうとですね、何種類かあるんですけど、まずですね、女性同性愛者ですね。まあ、要は女性同士で愛し合うということです。はい。で、続いてですね、男性同性愛者っていうのもあります。これは男性同士で愛し合うということですね。はい。で、次にですね、両性愛者という人もいます。これは何かというと、まあ、バイってやつですね。男なんだけど、男も愛せるし、女性も愛せるしって方ですね。あの、芸人のですね、メイプル超合金のカズレーザーさんがね、まさにそのパターンですよね。はい。で、他には何かっていうと、トランスジェンダーっていうふうにもありますね。はい、これは何かっていうと、要は体ね、体の性と心の性が一致してないってことですね。うん、つまり体は男なんだけど心は女性みたいなね。はい、っていうタイプで、でかつですね、その体をですね、まあ、手術だったりとか、まあ、そういったですね、そのことをしてですね、変えようとはしないっていうタイプの考えの人ですね。これをトランスジェンダーって言います。はい、まあ、今言ったですね4つをですね、で全部ですねまとめて LGBT っていう風にね言われてるんですね。うん、でですね、この氷川きよしさんに関してはですね、まあ、以前から、まあ、LGBT なんじゃないかっていうふうにですね、すごく噂にはなってたらしいんですよね。うん、いわゆる芸能界では、もう噂というか確定と言ってもいいのかな。うん、実際問題ですね、いろいろですね、まあ、文春だったりとかですね、まあ、そういったですね、その、まあ、記事を書かれたりもしてたんですよね。うん、で、そんな氷川きよしさんが今回ですね、その、紅白歌合戦という大舞台で、まあ、すべてをさらけ出したっていうのがですね、すごい話題になったわけですよ。うん、まあ、実際問題ですね、氷川きよしさんの格好、要はメイクだったりとかですね、その、まあ、立ち振る舞いだったりとか、うん、衣装っていうのはもう完全にですね、こう女性的なものにね、もなってるわけですよ。うん、髪型とかもそうかな。うん、もうパッと見で、もう見たらすぐわかるくらいですね。もう、男性というよりも本当女性的な、もう本当美人な女性っていうんですか、うん、っていう感じになってたんですね。で、それがですね、まあ氷川さんがそこで本当に表現したかったっていうことなんですよね。うん、でまたね、この歌った曲っていうのもね、今思えばですね、なかなかですね、まあこう意味合いとしてかけてるのかなって困るわけですよ。はい、歌った曲は2曲あってですね、1曲目は何かっていうと、限界突破サバイバーっていう曲なんですね。これね、アニメの主題歌にもあった曲なんですけど、この限界を突破するっていうね、うん、今までの姿、氷川さんの今までの姿の殻を破る的なね、意味合いがあるのかもしれませんね。うん、で、もう一曲目は何かっていうと、この大丈夫ってやつですね。うん、この大丈夫っていうのはまさにですね、要は全てを肯定する言葉じゃないですか。うん、つまり、その氷川さんの変化だったりとか、そういうことも肯定するじゃないですけど、ありのままの姿、それで大丈夫なんだよってことを言ってんじゃないかみたいなね、まあ、そんなことも言われてるんですね。うん、でですね、実際問題はこの氷川さんはですね、この紅白の前後でですね、まあいろいろインタビューを受けてるんですけども、まあそこでですね、もうはっきりと言っちゃってるんですよね。うん。例えばどんなことを言ってるかっていうとですね、要は今までイメージされた氷川きよしというものをもうぶち壊したいとかですね、うん。他にもですね、自分らしくありのままの姿を見てほしいとかね、うん。さらに言うとですね、本当の自分を表現したいとかね、うん。でですね、この最後の一個はですね、もう本当そのままなんですけど、もうきよし君にはさよならしたいと。うん。氷川きよしさんが、もう私ね、このきよし君にはさよならして、もうキーちゃんになりたいって言ってるんですね。うん、もうこれってまさにそういうことじゃないですか。まさにね。うん、まあ、はっきりとはですね、はっきりとは言ってませんけど、まあ、察してくださいねっていうことなわけですね。うん。で、それをですね、その紅白の舞台でですね、やるというですね、このね、かっこよさっていうんですか、潔さ、そしてかっこよさがすごく見えますよね。うん。やっぱ僕思うんですけど、こういう LGBT の人っていうのは、その周りにそのことを言うことって、やっぱなかなかですね、言いづらい人もいっぱいいると思うんですね。うん。では何かっていうと、やっぱり変な風に誤解されたりとか、まあ、いじられたりとか、悪口言われたりとか、そうなんじゃないかっていう恐怖感がやっぱりあると思うんですよ。うん。で、それっていうのはですね、やっぱり一般人よりも有名人であればあるほどですね、言いづらいと思うんですね。うん、まあ、もちろん一般人の人もその辺は大変だとは思うんですけど、有名であればあるほど自分のことを知ってる人がいっぱいいるわけですよ。うん、ってなると自分のことを嫌いな人だったりね、そういった不特定多数の人に、ね、自分をね知られるわけですから、うん、そこでですね、批判だったりとか悪口だったりとかね、そういうひどいことを言われる可能性も高いわけですから、うん、氷川きよしさんって言えばですね、もう本当に国民的くらいまで売れてるですね、みんなが知ってる歌手ですよね。うん、こういう人がですね、紅白歌合戦っていう死ぬほど視聴率とか、本当とんでもない視聴率取りますよね。
1年間でめちゃくちゃ視聴率を取るですね、まあ、その国民の象徴的な番組に出てそれをするってことの凄さですよね、うん、でそこがですねすごくみんなからですね、うわかっこいいな、うわすごいな、自分らしく生きてそのことをこういう場でちゃんと表現できるってすごいことだなみたいな感じで、まあそのね、演出も含めてこのインタビューも含めてすごくですね話題になったってことなんですね。はい。でですね、じゃあ続いて隠し要素の話をしていきます。これは何かというとですね、その氷川きよしさんのこの、ことに関してですね、アンサー的な行為がいっぱい行われてですね、それがまた粋なんですよね、なんか紅白の中で。はい。これいろいろあるんでですね、今、どんどんちょっとねまとめてまずいっていきます。はい。これ何かというとですね、ミーシャさんね、歌手のこのこれまたすごい有名なね女性の歌手ミーシャさんがですね、すごくですねそのアンサー的な行為、その氷川きよしさんのこの行動に対してのアンサー的な演出がいっぱいですね、そのミーシャさんが歌うときにですねなされてるわけですよ。はい。というのはまず何かたくさんあるんでポンポン言っていきますね。まず何かというとミーシャさんが歌ってるときにですね、後ろバックにですねレインボーフラッグね、レインボーのですねフラッグ、あの旗がですねはためいてるんですよ。これどういうことかっていうと、これレインボーフラッグというのはですね、先ほど言った LGBT の人のですね、こう象徴的な旗らしいんですね、うん、要はそれを応援しますよじゃないですけどね、それを支持しますよみたいな、そういった意味合いがこのねレインボーフラッグには込められてるらしいんですよ。それをですね真後ろにやるとこのね、ミーシャさんのですねこの演出ですよ。はい。でさらに言うと、そのミーシャさんが歌ってる時にですね、出演者の人たち、まあ他の司会の人とかも横で聞いてるじゃないですか、あの人たちがですねみんなちっちゃいレインボーフラッグをパタパタ振ってるんですね、うん、これもまさにそういうことですよね。はい。まあ、この辺はですねはっきりとは説明されてませんけど、まあ分かる人には分かるっていう演出ですよね。はい。でさらにですね、他にもいろいろあります。これ何かというとですね、まあ、そもそもミーシャさんはですね LGBT のイベントに以前から参加してたらしいんですね、うん、要はそういうのをサポートしたいみたいな、ね、そういうのを私は支持しますよ、 LGBT っていう考え方を私は支持しますよみたいなことでですね、結構そういうイベントに参加されてた方らしいんですよ、うん、まあ、だからこそですねそのレインボーフラッグとかやってるわけですね。はい。でさらに言うとですね、そのミーシャさんの歌の最中にですね、そのね、すごい有名なですね外国の DJ の方が出てきてるらしいんですよ。 DJ の方がね、うん、でその方は台湾の DJ の方なんですよ。有名な、超有名な、うん。でそれはつまりどういうことかっていうと、この台湾っていうのはですね、アジアで初のですね同性同士の結婚が認められた国なんですね、アジアにおいて、うん、でその人をあえてここで呼ぶというですね、それはどういう意図なのかってことですよね、うん、でさらに言うとですね、ドラッグクイーンっていうね、人たちがいるんですけど、このドラッグクイーンっていうのは何かっていうとですね、あの男性なんですけど女性の格好をしてですねすごいかっこいい踊りだったりとか、そういうのをですねするパフォーマーの方たちなんですね。はい。これ何かというとですね、そのドラッグクイーンの人たちをですね、このミーシャさんが歌ってる時にいっぱい演出としてですね、演出としてですねバックダンサーとして出してきたわけですよ、うん、あえてこのね、別に、そのダンサーさんなんて世の中にいろいろねいっぱいいるわけですよ。男のダンサーさん、女性のダンサーさん、いろいろいるにもかかわらず、このあえてこのドラッグクイーンという方たちを出すっていうのは、まあ、つまりどういうことなのかってことですよね、うん、つまりですね、このミーシャさんのですね歌ってる時っていうのは本当にですね、その後ろの旗といいですね出てくる人たち、ね、DJ の人だったりドラッグクイーンの人もそうですけど、全てにおいてですね、そういったですねこの、まあ、LGBT というのを私は支持しますよ、ね、自分らしく生きましょうね、それがすごい大事なことなんですよってことをですね、この肯定してるわけなんですね、うん、これをですね、そう氷川さんのですね演出のまたね、後後でやるっていうこのかっこよさですよね、うん、でそれをしっかりと、まあ、当たり前ですけど紅白歌合戦もねちゃんと容認してるわけですよね、うん、ちゃんとこんな打ち合わせがあるに決まってますから、うん、ちゃんとですね裏ではこういう意図で説明してると思うんですよ。で紅白の側もですね、あそういうことですか、わかりましたっていうことで、ちゃんとそれをね了承した上でやってると思うんですね。それを了承する紅白っていうのもやっぱこの辺はかっこいいなと思うんですね、うん、まあ、だからですね、当然この辺のことに関してはですね、ミーシャさんの一連のこと、そしてですね、出演者の人がねレインボーフラッグをパタパタ振ってることとかっていうのは、その番組内でですねはっきりと、いや実はこれはこういうことでしてみたいな説明は一切ないですけども、うん、そういうことなんですよね、うん、この辺が分かるとですね、より紅白が楽しめますよね。はい。で最後になんですけどね、まあこれでもう一連の話は終わったんですけど、じゃあちょっとですね、最後にちょっと補足しておきたいのが、そのですね、氷川さんのファンの人たちはどう思ってるのかって話なんですけど、やっぱ氷川きよしさんって女性のファン、特におばさまのファンがめちゃくちゃ多いんですよね。うん、40代、50代、60代とか70代とか、まあその辺のおばさまファンがめちゃくちゃ多いんですけど、これまたいい話なんですけど、おばさまファンはですね、このきよしさんのこういう行動に関してはですね、すべて容認して受け入れて、その上で応援してるみたいですね。うん、どうやらですね、年内2019年のですね、まあ、同じく年内にですね大きいコンサートをね氷川さんがやったらしいんですけど、その後ですね、そのファンの人たちがですねその外で行列ね、何百メートルくらいの行列を作ってペンライトを振ってですね、その氷川さんをですねこうお見送りしたらしいんですね。タクシーで帰ってく氷川さんを、今日はありがとうございましたってね。でちなみにですね、そのコンサートでももう氷川さんはそういった感じの雰囲気だったらしいんですよ、うん、紅白で言ったよね。あ、だからそのことを全て分かった上で応援してるっていうですね、うん、まあ、この辺もですね、まあ、美しいファンとね、その氷川さんのですねこう関係性
よくわかりますよね。うん。やっぱこういう風な行動をするとですね、離れていってしまうファンも世の中にいるかもしれませんけど、でも氷川さんのファンはそういうこと関係なしに、もうね、氷川さん、好きな氷川さんに自分らしく生きてほしい。それを私たちも応援するよって意図なんでしょうね。うん。やっぱね、ファンの、まあいいですね、こういった演者にはいいファンがつくってことがよくわかりますね。はい。まあそんなところですね、今日はこの辺でこの話終わります。この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。